はじめまして、こんばんは、橋本です。今日はね、以前買ったタミヤのね、バジャー2502っていうね、まあ元々はね、バジャーっていうメーカーのね、エアブラシなんですが、まあこれをね、買いましたというところで、実際使ってみるっていうところまではやったんですけれど、これをね、コンプレッサーで使いたいということで、これ。ミスタージョイント3点セットっていうものをね、買ってみました。まあ、一つはね、ちゃんとつながるかどうかっていうのと、もう一つはね、バジャーのホームページを確認したんですけれど、要求圧力が高いので、自分が使ってるのがね、レボ2っていうね、まあ、0.08メガパスカル。っていうくらいのね、弱い圧力のコンプレッサーなんですけど、0.1 とか出る L5 とかでもね、ちょっと適正範囲外にはなってるみたいです。だけど実際吹けるかどうかっていうのをね、試してみようかなと思ってね、これを買ってみました。じゃあ早速ね、開封していこうかな。まあ実はここね、ホッチキスが取れちゃってるんだけど、昨日のね、撮影で一応開封はしたんだよね。なのでそれっぽく見えるように両面でね、貼っといた。よいしょ、よいしょと。で、3点セットなんですが、これでね、3点セットになってます。1つ目がこれ、8分の1の通常のね、エアブラシのサイズ、オスの方につけて、まあ、こっちのね、ホースが、細いホースが使えるようにするタイプ。で、もう一つが、これ、この細いタイプがついてるね、クレオスのレギュレーターとかに取り付けて使えるタイプ。太くできるってやつね。ホースは通常の8分の1のね、ホースを使うっていうタイプで、これがホース同士を連結するタイプとなってます。ただね、組み合わせでこういう風に2つ組み合わせて使うっていうのもいいみたい。だからこれだったら細いのと細いのの組み合わせで使えるよとか、まあこうすれば通常サイズ同士のホースがつなげるよという、まあ組み合わせでね、いろいろできるセットになってるみたいです。じゃあ早速ね、取り付けていこうと思うんですが、まずはこれがね、ここにつけば楽ちんだよね。だけどどう見てもね、パッキンがこんなところについちゃってるのではまらないと。しかもネジもはまんないね。全然ネジが入っていかない。これ違うんかな、ネジが。正確にはネジが違うのかもしんないな。なんで入らないんだろうね、ちょっとよくわかんないけどね。なんで入んないんだろうね、これには入るのに。よくわかんねえな、なんか微妙に違うんだろうね。まあいいや、外れちゃった。これはね、ここに中にね、通ってるだけなんで。で、そしたら、じゃあ次はこれを使ってね、ホース同士の連結だね。まあこっち側はね、通常のエアブラシの規格なんで問題ないんですが、こっちは、あ、つながるね、ちゃんとつながります。で、こっちをこれにつないであげればいい。やりづらいんだよな、これ相変わらず。くるくると、ここのネジ部分だけ回らないんでね、このホース、なぜか。まあ、エアブラシを回すかホースを回すかという形になってます。キュッと、キュッと、OK と。
で、こんな感じ。そしたら、どうやってつなごうかな。まあ、通常だったらね、このカンカンの蓋を開けて、ここにね、こいつを取り付けるんだけど、今回はカンカンはいらないということで、これはしまっとこうか。こうすれば、ひとまとまりになるね。で、まあ、ビニールに入れとけばいいか。これでね、OK。そしたら、レボ2の、見えるかな。ごめんね、画角狭いんだよな、うちの動画。よいしょ。ギリ見えてる？レボ2のホースがこう来て、こう来て、ここね、ここね、の直。レギュレーターとか通すとね、若干圧が落ちちゃうので、まずは直圧でね、拭いてみようかな。で、ホース自体は問題なくつながるね。これで OK。で、まあ、いきなりね、塗料拭いちゃってもいいんだけど、粘度が低いものの方が拭きやすいので、とりあえず、お水。水拭いて、大丈夫だったら、水拭いて大丈夫だったら、イタリアンレッド、タミヤのね、カンカンの。で、くるくると回して、セット完了と。それが OK だったら、まあ、水性も拭いてみようか。スカイブルーね、拭いてみようかなと思います。で、スカイブルー拭くときは、レギュレーターを通して、拭き圧で 0.05 ぐらいまでね、落として拭いてみようと思います。で、今回はね、ちょっと中古なんですが、こういうね、キリン模様を描く練習をね、したプラ板をね、塗りつぶしていこうかなと思います。というわけで、塗装ブースに移動。ということでね、このね、バジャー2502に、クレオスのミスターエアホース用ミスタージョイント3点セットっていうのをね、使ってみたんですが、このね、ホースに8分の1のね、ジョイントをつけるパターンで使うことができました。自分の環境ではとりあえずエア漏れとかも起こってないです。なのでね、まあ、このカンカンがね、ランニングコストがかかるよっていう方はね、コンプレッサーで使ってもらってもいいのかなと思うんですが、結果がね、こんな感じと。まあ、何度も何度も塗り重ねたわけではないので、下がね、透けてはいるんですが、わかるかな？これ下がザラついてるのは、磨いてないからね、下地を磨いてないからザラついてます。で、このね、赤い部分っていうのはね、割と綺麗に塗れたんですけれど、ラッカーを直圧 0.08 メガパスカル付近で拭いたっていう感じなんですが、こっちはタミヤアクリルをね、薄めて 0.05 メガパスカルまでね、落として拭いたんですが、この辺見てもらったらわかるかな。大きい粒がね、この境界がこう、ふわっとしてなくて、ブツ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 っていうね、大きい粒が飛んでるんだよね。
なので 0.05 は厳しいかもしれない。しかもこの辺見てもらったら分かると思うんだけど、色ムラができてるのは薄めすぎてこう垂れてきちゃってるんだよね。で、まあ、ちょっと垂れすぎてね、ここのブツブツが消えそうだったんで反対向きにしたんでちょっと戻ってるんだけど、まあ 0.05 だと厳しいかなと思います。なのでプチコンとかね、あの小型のタイプのコンプレッサーだとちょっと厳しいのかなと思います。最低でもレボ2って感じ、もう 0.08 で限界って感じ。レボ2の直圧で使うか、もうちょっと圧力の高い L5 とか L7 とか、まあ、あとはねタミヤのパワーコンプレッサーだったりとか、あと他のウェーブとかね、エアテックスなんかの結構大きいコンプレッサーだったら全然余裕だと思います。ってことで、とりあえずこんな感じかな。ってことで結論なんですけど、タミヤのバジャー2502はコンプレッサーで吹けるには吹けるけど 0.08 メガパスカルで限界という感じでした。まあ、なのでね、小型のこういうちっちゃいコンプレッサーを買おうかなって思ってる人はちょっとそれではあの能力が足りないのかなと思います。で、まあ余談になっちゃうんですけど、すでにねあのエアブラシ持ってる方がね、これ買うメリットあるのっていう話なんですが、掃除がとっても楽、本当に楽なので、あのラフに使うっていう場合、あのベタ塗りにしか使わないんだけどとか、口径の太いエアブラシをね買おうかなと思ってるんだけど、コンプレッサーの能力が足りないなっていう場合なんかは、これなんかだと結構ドバッとね出るんでいいんじゃないかなと思います。で、あとね、掃除がとっても楽っていう話なんですが、ニードルとかがないのね。なので拭いてあげたりとか溶剤を通してあげれば終わりっていう感じなので、とっても掃除は楽だと思います。で、実用にならないほど荒れたりとかするわけではないので、サフ拭きでねラフに使えるエアブラシが欲しいなとか、掃除が楽なエアブラシが欲しいなって思ってる人は使ってみるとねいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはねカンカンを使うとあの圧力がめちゃくちゃ高いので、まあ、例えばウレタンクリアを拭きたいとか、そういう場合にも安定してね拭くことができると思います。でウレタン拭いてもね、あの構造がとっても単純なので掃除がね楽なので、あの固めてダメにしちゃうっていうことも少ないのかなと思います。しかもあのダメにしちゃっても安いからね、まあ、その辺でねウレタン拭くエアブラシが欲しいなとか、そういう時にもいいんじゃないかなと思います。ってことでね、この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう人はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。最新の動画も見たいよっていう方はね、チャンネル登録とかベルの形のね通知ボタンっていうのを押していただけるとね通知がいきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ツイッター、インスタもね、やってますので、もしよろしければね、フォローの方もよろしくお願いします。本日はこれまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。